受精しない？わかる。300方向。ちょっと遠いけど。ちょっと遠いけど。行くか。今行くっつうか、向かってる方向だし。うん。ほぼ沼地だし。なんかあの打ってる感じ、ブラストティックを打ってたような気がするんだけど。うん、スナイパーだから遠方からぶち抜きてえな。わかる。あ、いた。285。うん。沼地キャンプのもう下の方にいるわ。後ろに4足いるわ。いた。ミスった。そいつそいつそいつ。あれだけ。やった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 。もう一人いる、もう一人いる。255方向の家の方にもう一人。右右右右。あれか。ベスパもいね。いや、いるかもしれん。ちょっと下がる。銃声はしても敵が見えねえんだよな。クリティカルヒットしてる。緑のアーマーだ。330の方向にいるやつ。後ろ。あ、抜いた。やった。お、ナイス。やっべ、ヘッショじゃねえ、今の。かっこよすぎ。かっこよすぎ。ワンパン？ワンパンだった、ヘッショ。やばすぎ。やっぶね。あ、ちょっと そいつはよろしく。うん。あ、これやばい。ギリ倒せねえ。ちょ、勘弁。これね、デカ肉すんげえ巻くの時間かかるわ。ね。あ、俺よりいいアーマー来てんじゃねえか、こいつ。もういいじゃん。待って、まだもう一人いたんよ。めっちゃいろんなの持ってんじゃん。あ、おいしい。え、うまお前、お前、俺が倒したんだぞ。いや、回復系とグレネード系だけもらってたわ。今のはどう考えても打ち負けていい場面だからな。チート疑われる。来てよかったな。もう一人のやつどこ行った？下にもまだ死体が一つあるんよ。うん。それ。ちょっとグレネード投げてみっかな。牽制球にしては荒々しいな。行ってみようかな。オッケー、俺スナイパーだから、うん、もうちょっとこの辺にいるわ。今のところ視界には。これか。330方向、割と遠くでポットが降りてった。うん、逃げたかな。俺のスナイパーに恐れをののいたか。ちょっとそいつも漁るか。じゃ、物いっぱいある。ああ、漁れねえ。いや、結構な収穫っすよね。合金取れねえ。つかもう俺も空きはねえんだ。あれ、つか俺キルして、あ、これか。ああ、大したもん持ってない。ハンドガン強いの持って、あ、それは違うか。うんって感じだ。うん、まあ、でけれるもんはどうしようかな。あ、タクティカルロだけ倒して帰りていいな。うん、タクティカルライトはいらんのだよな。いいアーマー拾ったから、このアーマー、今のアーマー捨てて、いいアーマーを着て、うん、で、デカ肉は貴重品だから持っていくとして、うん、ミディアーマーアーマーも出るだけいただいて、あとはいらん。あと欲しいもんなんかある。一応まだ肉は入ってるけど。いいかな。いいの？回復持ちすぎてるな、俺。ちょっと捨てて。回復捨てるのもったいなくね。
や、マジでいっぱいある。今5本と上級1本と肉3個持ってる。帰るか、俺もう持ちきれんわ。俺も帰りて。あ、船呼んでる。そう、こっちだよね、後ろ。これだ、浄水場の奥だ。え、浄水場の奥あれじゃね、今来てる船。あれ、あ、マジか、あれじゃん。え、え、違うのかな。いや、通り過ぎてったわ。ああ、ここ鍵閉まってんのか。まあ持ちきれねえからいいんだけど。場所解けそう。なんか遠くで、あ、いる、一発だった、ナイス。あの330の方、コモンアーマーか。コモンアーマーだ。こいつ木の後ろ入ってるよ。うん、大丈夫そこ。ちょっと怖いな。さあ、あれ別パで戦ってね、あれ。マジ？うん。様子見るか。危な、危な。今めっちゃ撃たれ。いや、俺視界に入らん。見えない。下がるわ。いや、N。違う、右から撃たれた。ちょっとごめん、下がるわ。わかった。行った。ワップネーシのとこだった。肉終わり。肉俺まだあるよ。ああ、いや、俺もあるよ。その回復終わったってこと。あ、オッケー。つか俺なんか微妙な段差のとこ降りちゃった。大丈夫これ、足首大丈夫かな。あ、ちょっと痛い。帰ろうと思えば俺帰れちゃうよ、俺。いや、ちょっと待って、あの遠方にスナイパーがいるんだよね、こっち狙ってる。どこそれ。N 方向、ちょうどまだ見てるかもしんない。ごめん、ちょっと、あふれ、敵の足音。マジ？てかそれどこにいる？ W、 俺の上にいるよ俺。待って、血ができる。こっち俺んとこやばい、近い。どこ？浄水場。やばい、俺挟まれた。いやあ、危ねえ。もう一人いる、もう一人いる。うん、あれ別パイ戦ってる。いや、もったいねえ。帰ってよろしい。帰るべし。分断されたらもうきついわ。強い。クソになってる。わ、あ、やばい。あ、わからんかったんだけど。いやー、リスキーだなー、いいものを持って帰るってのは。まあ若干の肉は手に入ったぐらいか。あのさ、マップの左上の方ってあんまり行ったことなくない？採掘現場とかさ。ないね。墜落線。あ、これ反対か、こっちか。うん、行ってみっか。うん、ここも採掘現場。10じゃん。コモンライン。うわ、広いな。わかる。なんか建物の入り口にレーザー貼ってある場所あるね。
あ、S 方向にポット2つ。鉱石、まんまで押し。あ。ここ掘らんくても鉱石取れるよ。マジか。あ、でも掘ったらもっと取れんのか？取れねえな。あ、見かけ上そうなってるだけ。うん。待って、これどうやって、こっちか。あ、やばい。いた。いったすぎ。いたすぎる。何あれ？レーザートラップ。レーザートラップ的なものがあるんだよね。お。あ、なんだ。撃ってるだけで。敵かと思った。ここちょっとモンスター多い。レーザーのトラップ多すぎだろ。バル。マルチツール。これレーザーさ、ね、どっかで消せねえのこれ。こっちか。これ根元打ったら消えるとかじゃない。ダメだ。どういうことだよ。怖いな、これ縄跳びできそうなんだけど。いや、わかる。あ。あれ？ダメージは受けた？受けてない。俺はフレレーズ入れたけど。待って、これなんかこのコード繋がってんの？あ、違うな。油圧ピストン。あ、そっか、さっき油圧ピストン失ってるんだ。油圧ピストンセーフポケットに入れれば。邪魔。そこ邪魔。え、ちょっと待って。スタックしたんだけど。嘘。あ、押した。クソ。クソじゃねえよ。そう。そのまま、そのままそこで詰まってればよかったもの。え、何これ。お、白骨。すんげえビリビリ。このなんかレーザーバリバリ。ああ、これ出た。バッテリーガチョンのやつだこれ。え、あ、今刺さってるわけじゃない。刺さってない。青いのどっかにあるから、このエリア内のどっかにあるから。まあ幸いにも敵いなさそうだから。うん。ガンガン引っかかってくやん。いや、もう無視してるそれも。もう無視してる。これなんだ？あ、通れないと。え、ここのレーザー関係ねえだろ。そのレーザー何だったの？メタメタうるさい。なんちゃってセンサー。あったバッテリーメッケ。ちょっと待って。アサル。これあれだ。このコードを辿っていったらあるわ。吹いてるし。じゃあちょっと俺は散策したいから任せた。あららら。あ、お前も探せよ。お前も探せ。よだね。はあ、開けたろこれ。開けたとこ全部俺のもんな。いや、それ結局開いたらどこに繋がるわけさ。わかんねえ。待って、敵いる。いい。いいや。岩肌のとこにいる。お前どこにいる？草。今俺は草。めっちゃ足音する。え、どこに？俺の目の前あたりです。まあ30方向だね。ああ、30方向こっちか。今ちょっと場所わからん。ああ逃げてったわ。僕の方行ったけど、うろついてるんだよねまだ周辺。今多分15度の方向の岩肌に向かってった。うん。さっきのやつどこ行ったか分かんなくなっちゃった。で、バッテリーがあと1本。このケーブル。あと2本。
あと2本。え、刺すとこ3本じゃなかった？刺すとこ3本。あと2本いる。あ、オッケー。あれ？多分この先だと思うんだけどな。鍵かかってんじゃねえかよ。でもなんかカードキーが必要ですとか要求されないってことは。あ、じゃない。あ、あれで開くのがここかじゃ。そういう。だとすると生きてるバッテリー。初見さんこんばんは。まあまあ。生きてるバッテリーどこにある？他のあったバッテリー。うわー待って、ドラゴンっぽいのいるこの建物の中。見つけたぜ。見つけた？あと1本。さっきのプレイヤーどこ行ったかすげえ気になる。わかる。パズル部屋攻略できたらかなり物資おいしいので頑張ですですって。え？パズル部屋をあの攻略できると物資がまあおいし、まあ、物資がまあおいしくてかつ帰れるかだよね問題は。まあそれはそう。近くで帰ってる人いね。あれだいぶ近いな。わかる。であと1本どこだこれ。わからん。つうかさ、あの俺の画面、うん、あ、これ持ってったやつか、これは。あ、そう、それは持ってったやつだよ。じゃあ同じようにケーブルが伸びてるところ。1本だけケーブルが伸びてる。これはさっき取ってきたんだよな。どっかバラバラでじゃあ伸びてるケーブルがあるってことよね。あるはずなんだけどな。なんかこの2本違うか。これ関係なさそうだな。いやこのさあるんよ、あそこにあるよ俺。え？ああ。じゃあここが開けばいいのか、うまいこと。開く感じしなくね。そこが一番難しいパズル部屋なので報酬も期待できますよ。欲しい。ん？パズル。ちょっと待って。これ。あ、ちょっと分かったかもしれない。悪じゃねえかよ。悪じゃねえかよ。え、何？普通に悪じゃねえかよ。開くんかい。超普通に開くじゃねえかお前。開くんかい。俺が今一瞬ひらめいたものを返してくれよ。わらわら。ん？なんか他の一本だけなんか関係ないとこにケーブルが伸びてたからさ、いくつかのゲートを開けることができればこの建物の中の通れないところも通れるんじゃないかなとか思ったけど、そんなことはなかったっていう話です。何を意味のわからないこと言ってる。ほらパズルは嫌いだ。普通にボタンポチーで開いたもん。あ、てかあの左のあのなんかさトンネルあるじゃん。うん、あそこちょっと強そうなモンスターいました。あ、はいはい。それで大部屋が開く。ご対面ご対面。じゃあまず何があるか見ようぜ。ちゃんとハンドガン、ショットガン、医療。ただの鉱石。たまたまアモン、アモン、アモン。おお、ミニチュア歴なんか強そう。あ、弾はたくさんあるな。なんでセーフポケットに入んねんだよこれ。あ、陽圧ピストン。え、陽圧ピストン。陽圧ピストンって俺いらないや。あ、いらねえのかい。美味しいやん。美味しいけどほとんど弾か。なんか強い武器を期待してた。いや俺1個ミニチュアリアクターっていうなんか重さ10の強そうな素材手に入って。マジ？じゃあ俺ハンドガンは俺のもんだ。おう、どうぞ。いらねえな。何ポーチ入れっかな俺。外れはずですね。外れかーい。外れたそうです。うん、なんかそんな感じはしたもん。そんな感じはするんだよ。なんか期待してたのと違う。リアクター派の気持ち要求されます。このパズルは覚えたからもう余裕だ。なんか過去にも同じようなとこあったもんね。そうね。こん中さ、ちょっと見えてるけど、
倒せるんじゃね、こっから上から撃ってるやん。弾ね、弾足りねえだろ。いや、俺足りるぞ。当たりだとカード引いた顔吹きなどはいてたりします。間違った、全然間違った。何してる、間違った、間違った。グレ持ってきてねえんだな。地の利を得たらもうこんなもんだな。あぶ、痛いけど。マジ？あと頼んだ。わかった。おお、どうした？それは木だぞ。はい。倒したとて。何落ちたの？強化。強化プレート。そんだけ？そんだけ？喉元にオレンジのところが人死んでるなので、それ以外だと弾めっちゃ使います。え、喉元？そんな弱点だ。あ、確かに弱点あった。マジか。でもこの入り口にヤムチャがいるんだ。マルチ2ヤムチャいるね。上位装備制作。あ、なるほど。まあ、死体袋あるけど、この辺。わ、本当だ。これ、なもんか。なもねえな。なもねえな。なもねえぞ。変えるか。まあ、これなんかレアな鉱石でね。わからんけど。おいしいおいしいおいしい。あ、そうかもね。持てねえ。一応こっちにもあるんだけど。あれ？でもこっちは、あれ、こっちニッケルだ。大体鉱石かな、そこだと。まだこのゲーム配信されて2日目だけど、詳しすぎんか。ベータゼ、ベータゼ。あれだ、ウォーターフォール行かね？ウォーターフォール？出す地点だよ。あ、オッケー。あの、マップをゆっくり確認するときに限ってこの行動を取るな。そうで。あ、どこ行った？あ、行った。こっちこっちこっち。なんかそのうち修正されそうだけどね。まあね、エモートで索敵ができていいわけないんだよな。強すぎるもん、これ。こいつら無視、こう無視、スタミナない。めっちゃ狙われてるやん。おー、あー、甘いな。おお。そんなもんあったら、ガン無視されてる俺。ああ、来てるよ。危な、怖すぎ。このまま直進だ。うん。ベータ1からエモート作敵入われてるけど、運営直さないからバグとかじゃない一応。合法ですか。うん、今残ってるからな。あの、ベータの頃、ピンとかさせたって聞いたんだけど、あれ、気のせいかな。ピンさせないよね。ピンさせないよね。てか、この前方にトゲっていうやつが意味がわかんないよ。エモートの。エモート？スプレーか。スプレーだ、これ。あ、スプレーかい。あ、めっちゃ素材あるけど、取れねえ。あ、これ欲しい。あ、ちょっと注射捨てよう、もういらねえだろ。俺もいらないもん捨てよう。で、何いらねえこれ。あ、これ必要だ。まあ、いいわ、知らん。待てよ、どうしようかな。あ、これもハンドガンはいらねえ。よし。しかもベータの時エモート踊りだった。あ、やばいやばい。スモークってどうなんだろう、これ。おお。よし。今回のエモート無音だもん。無音だね。いや、なかなか物資が手に入った。人には合わず。うん。いや、まあ、いたんだけどね。まあ、いたけど、戦わずってか。うん。微妙にクエストクリアしとらん。クエストクリアなんかできてるわ。
合金、合金だ。